さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、猫のムーコの爪切りをやっていきたいと思います。でまあせっかくなんで、一応僕元トリマーなんで、猫のね爪切りこんな風にやると、まあやりやすいですよっていうような、ちょっとしたなんかこう解説っていうとあれなんですけど、おこがましいんですけど、そんな感じのことをやっていきたいと思います。で使う道具は今ちょっと持ってましたけど、ちらっと持ってたんですけど、今ちょっと見えなくなっちゃいましたね。後でねまた出てくるんで、その時にちょっと説明しますね。はい、出てきたかな。これね、今ちょうど手に持ってる3つのものを使っていくんですけど、右から、小動物用のハサミですね、爪切りのハサミと、あとは、手に持ってるギロチンの、爪切り、そして、あとは爪ヤスリですね、ペット用の爪ヤスリ、この3つを使って猫の爪切りをやっていきたいと思います。で基本的に、今ねハサミの方を出してるんですけど、僕はそのトリマー時代にギロチンタイプの爪切りばっかり使ってたんで、あんまりねこのハサミには慣れてないんですけど、まあ、今回は実演ということでこれも一緒にやっていきたいと思います。あとねこれのいいところっていうのは、あの通常の爪だったらギロチンでも全然いいんですけど、あのね巻き爪になってたりとかするとギロチンだと歯が通らないんですよね。その時にこういったその爪切りのハサミタイプのものを使えるようになっておくと、お家とかでも、全然ね、巻き爪を切ってあげたりとかして猫ちゃんにすごくね、負担がかからないようにできるので、そういった部分ではハサミのものはすごくいいのかなっていうふうに思いますね。ではやっていきましょう。さあさあ、まずね基本的に言うと猫ちゃんの爪っていうのは肉球の中に、なんていうのかな、入っているっていうか、このくの字に入ってるんですよ。だから親指でね、今ちょっとやりますけど、実際に見せるんですけど、ここから、こうして人差し指と親指で持って、親指でクッて前に出してあげないと爪が出てこない仕様になってるんです。仕様って出てこないんですよね。なので、爪を切るときは必ずこうして親指で軽く押してあげて、猫ちゃんの爪を出してあげてから切るといいかなっていう感じですね。であとね、分かりやすいのが爪の部分、ピンク色にうっすらなっている根元の部分ですね、ピンク色になっている部分とその先が、透明になってこう鋭くなっている部分とあると思うんですけど、これね人間の爪と同じで血管が通っている部分、そうでない部分っていうことで、透明の部分だけを切りましょうっていう感じですね。ピンク色の部分ね、これね透明の爪だとすごく分かりやすいんですけど、黒い爪だとね本当にちょっとずつ切っていってあげるしかないんですけど、まあ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 ね、ピンク色の部分を切ってしまうと血が出てしまって、猫ちゃんも、そこに神経が通ってるのでかなり痛いです。でそれをやってしまうと、結構ねそれを覚えていて次爪切るときに、すごく、ね、嫌がったり噛んだりとか してしまうので、お家でやる場合はもう本当に、透明の部分だけを切ってあげるようにした方がいいかなっていう感じですね。で今映像で見せてたのは老子の部分ですね。前足に猫ちゃんって老子があって、でうちの子は後ろにはこうないんですけど、老子がね、まあ老子もある子がいるので老子もしっかり切ってあげましょうねっていう感じですかね。さあ前置きをねすごい長く使ってしまったので、結構ね今もうムーコがね機嫌が悪くなってきてるんですよねただねこれね、猫ちゃんの爪切りって基本的にそのなんていうのかな、あ今始まりましたね、ちょっと後で話しますね。さあ爪切り、こうして今親指で押し出しながらハサミを上から入れてますね。これ下から入れるとね結構角度的に難しいんですよね。なので上から、透明の部分だけをハサミでバツンって切ってあげた方がいいかなっていう風な感じがしますね、僕はね。そしてあとね、そのピンク色の部分じゃないにしても、そのピンクの今若干足引いてましたけど、ピンク色の部分じゃないところでも根元の近いところで切ってしまうと結構ね神経がちょっと通ってる部分があって痛いみたいなんですよね。そうだからなるべくだったら、そこまで切らないようにやってあげた方がいいかなっていう感じです。さあギロチンを使っていきます。ギロチンの持ち方はこんな感じ、
切る部分からまっすぐ行った方に、親指が来て、あとは下からこう人差し指と中指と小指薬指で握り込んでいくっていう感じですね。こんな感じ、今めっちゃ早く動かしてましたけど、こんな感じで、ギロチンでバチンって切っていってあげる感じなんですけど、慣れるとねこっちの方がやりやすいかなっていう感じがしますね。これもしっかりと、親指で爪を出してあげてから切っていくっていう感じですね。うん、向こう頑張ってますね一点を見つめて、この嫌なことが早く終わらないかなっていうような気持ちになってるんじゃないですかね。ただね、僕もねちょっとね動画を回してたんで、かなりなんかしっかりやらんとあかんみたいな気持ちがあったんでね、ちょっとね向こうにとってはね、なんていうのかな、早く終わってほしいなっていう時間だったかもしれないですね。さあさあ、で先ほど言ってたんですけど、爪切りをする前にまずね一番大事なものとして、猫ちゃんと普通に仲良くなっておかないといけないんですよね、猫の場合って。あ、これヤスリを使っていきますね。でこれペット用の、今ちょっとごめんなさい、ヤスリの説明しますね。ペット用のヤスリなんですけど、真ん中が今見てもらったように丸くちょっとくぼんでるんですよね。そのくぼんだ部分で、爪の方向に沿ってヤスリをかけてあげるのが一番いいかなと思います。これ横にかけちゃうとねあんまりよろしくないですね。あとはまあ肉球が近いんで、それを、肉球を削らないように指をねちょっと当てながらやっているんですよ実はね。ちょっとアップにできたら、映像としてまあどっちか左端か右端か上に乗せておきます。さあ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 、これで軽く削っておくだけでも、まあだいぶ違うかなっていう感じですね。いいねあ、ムーコー俺の方見てるね。あ、見てるんだね、こうやってね。そう、こういう関係性ができていないといけないんですよ、爪切りをする前に。猫ちゃんにも本当いろんな子がいて、こういうのが怖い子もいるし、本当に嫌で噛みついてきたりとか、今もねちょっと怒ってましたけど、そうこういう風に怒ってしまう子もいるんですよ。ただムーコはね本当にいい子で、これはただ嫌だよって言ってるだけなんですよね。そうね、嫌だからちょっと早く終わらせてねみたいな感じで、だからそういう時は一旦猫のね爪切りをする時ってちょっと手を止めてあげて、ごめんねって声かけてあげたりとか、もうちょっとだからねってこうやってスキンシップを取ってあげたりとか、ちゃんとねそこを答えてあげることが、すごい大事になってきますね。気を持たせてあげるっていう、なんていうのかな、気が短いんですよ猫ちゃんって。だからそこの今もねちょっと怒ってましたけど、あやしてあげながらちゃんと声かけて、大丈夫だよって、ごめんね、もうちょっと終わるからねっていうようなコミュニケーションを取ってあげながらやると、かなり猫ちゃんも、安心してっていうのかな、しょうがないな、やらせてあげようかっていう気持ちになってくるんだなと思いますね。いろんな子がいるんでね、これに関しては、このやり方が正解っていうのは本当にないんですけど、まあなるべくだったらそういう方がいいかなっていう感じですね。本当にねトリミングしてると、猫だからこうとかじゃなくて、猫ちゃんの中にもいろんな子がいるんですよ。トリミングのテーブルが怖い子とかもいるし、なんていうのかな、本当に様々なんですよね。全く噛まないで優しい子もいるし、ちょっと触るだけでシャシャ言う子もいるしっていうことでね、まあこれが正解っていうことではないんですけど、まあこういう風にやるのがいいのかなっていう感じはしますね。そう、あとね、最後に、猫ちゃんって、ここまで聞いてくれてる人いてくれるかな、猫ちゃんってね基本的には2人体制で実はやった方がいいんですよね。1人はこうやって慣れてる子じゃないとできないっていうのがあって、2人体制でしっかりと1人が押さえてあげて1人が切るっていう体制が一番いいんですよね。なのでその固定の仕方、その持ち方みたいなものを最後にちょっと動画で出してるんで、もしよかったらね今最後だけでも見てもらえたらいいかなと思いますね。そのね2人でやった方が安全なんですよ、そもそもが。まずねそのこの1人でやっててシャーシャー言って噛んじゃう子とかは、もちろんトリマーさんに見せてあげた方がいい、トリマーさんにやってもらった方がいいし、基本的にその2人でやってもダメな子、
どうしても機嫌が悪くなってしまう子っていうのはもちろんね、プロに任せた方がいいんですけど、一人でやってダメだった場合、誰かに協力してもらって、ちゃんとした、しっかりとした、持ち方、抑え方でやってみて、それでできるようであれば、まあそれでいいですしね。それでその後にしっかり褒めてあげてね、おやつとか、これ、今ね、ちょっと機嫌損ねてたんで、途中でね、こうやっておやつ持っておくといいんですよ。おやつタイムをしてあげると、気が紛れたりとか、ちょっと気分が良くなったりとかするんでね、そこでまたやらせてくれるようになるっていう感じですね。うん。あとはね、スピードですね。うん。今、この動画にするために結構割と丁寧にやってるんであれなんですけど、普段だと僕5分かかんないぐらいでこの爪切り全部終わるんで、まあ大体そのぐらいでいいのかなっていう感じですね。うん。そんな感じかな。めちゃくちゃ嫌な、すごい顔してたんだね、ムーコね。それだけ頑張ってくれてるっていうことですね。うん。嬉しいね。うん。さあ、あと、これめっちゃどうでもいいんですけど、僕のロンTの後ろのサンタさんの顔がいかつすぎますね。こんなサンタさんいる？これね、僕大好きなロンTで、今ちょっと文字映ってないんですけど、I'm father って書いてあるんですよ。僕はお父さんだよ、君たちの、みたいな。まあ、この子たちの僕お父さんなんでね、まあ、堂々とこのロンTを着てるんですけど、よく見たらすごい顔してるな、このサンタさん。ムーコもすごい顔してるけどね、今ね。そう、今ね、ちょっとね、じっくり切ってるんですよね。うん。ごめんね、ちょっと嫌だってね。パパって終わらせてあげてください。もし、この動画を見てね、やってみようかなとか、やる方は、これはね、反面教師にしてやってもらえたらいいかなと思いますね。うん。あ、そう、こうやってカラーが取れるんですよね。あれさっき言ったっけな、猫の爪って、新しい爪と古い爪が何層にもなってて、古い爪の方が上に来てるんで、爪切りをした後にこうやって削ったりとかすると古い爪の角質みたいなのが取れたりするんですよね。そうそう、まあだからどうしたっていう感じなんですけど、そんなこともあるよっていう感じで、非常にね面白いんですよ、猫の爪って。うん、すごいバカ丁寧にやってますね。なんかしっかりネイル削って、これからパーティーでも行くんかみたいなね。僕の性格がね、結構なんていうか凝り性というか、しっかりやりたいタイプの性格なんですよね。だから、この動画だからって思って結構ねしっかりと磨いちゃってるんですよね。これ良くないね。さあ、でも終わりましたね。終わった終わった、終わりのダンス。まあ10分ぐらいかな、かかったの。うん。あ、終わってねー。こっちも磨き始めた。あ、でも僕ね、まあいいか、うん、いいや、いいわ。綺麗にしてあげたっていうことでね。うん。いやでもおかげでね、これだけしっかり磨いたんで、なんていうのかな、抱っことかしても痛くなくなりましたね。これは本当に、うん。だからムーコが、まあ、猫ちゃんが、お家の猫ちゃんがね、こうやって、まあ、ちょっとねやめてよって言いながらもやらせてくれる場合は、まあある程度磨くっていうのもまあいいかもしれないですね。壁紙とか傷つけちゃうからね。うん、まあそんな感じですね。さあ、これでしっかりと綺麗に爪切りが終わったよっていう感じですね。じゃあ最後に2人でやる場合のね、固定の方法みたいなものをちょっと動画でお届けしようかなと思います。だいぶ短くなったね。よかったよかった。そう、
こんな感じで、ちょっと血管の上に来るぐらいまで爪切りをしてあげるといいのかなっていう感じですね。うん、まあまあ嫌がる子はね本当にパパパで終わらせるのがいいかなって感じですね。さあ2人でやる場合は、こうしてちょっと台の上で、やってあげるといいですね。まず猫ちゃんをちょっとね後ろ足をちょっと持ち上げてあげて寝かしてあげて、ここから、このなんていうのかな、右手かな、右手を首のところにちょっと、持っていって、で手足の関節、前足と後ろ足をこうやって押さえてあげる、これがね一番いいですね。猫ちゃんって結構こうして爪切り嫌がったりする子って、やっぱりやめてよっていう感じでこう噛みに来るんですけど、これをこの持ち方をしておくと、しっかりと何て言うのかな、右手の手首で顔をねこう押さえてるんで、押さえてるって言ってもグッてやってるわけじゃないですよ。ちゃんとその何て言うのかな、上にガードしてるって感じですね。そのガードがあるから、爪切りをする人もやりやすい。でまあ基本的に後ろからやるのがいいんで、後ろのその片方の足だけを補定を外して、切ってもらうっていう感じですね。うん、で関節ねしっかりとね人差し指と、親指と中指で関節の部分を軽く、本当に軽くですよ、軽く押さえているっていう感じですね。走り出すな。そう、こんな感じでね、協力してくれてありがとうっていう感じですね。ではまたそんな感じで次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。